バナナうんぼ、バナナうんぼ、男の子の気持ち、はてな、わからないの。男の子の気持ち、はてな、不思議ね、変なの。真っ赤な夕日が起きたら不機嫌ね。せっかく二人で泣きさに来たのに。さっきはあんなにはしゃいでいたけど、仕方がないわね、天の邪鬼なの。くるり背中向けて少年のままで。こんな風に友達でいるのは僕は嫌だよ。あぜん、バナナの涙。瞳にキラリと光る。バナナの涙、責めてるのね。女の子の気持ち微妙、どうしましょう。女の子の気持ち微妙、焦るわ、参った。砂浜しゃがんだ姿勢で拗ねたまま、そのわけ大きく指で書いてる。恋人みたいにイチャイチャもいいけど、恋ってそんなに甘くないのよ。バカね、こっち向いて髪をかき分けあげて、とっておきのキスをしてあげるわ。世話が焼けるね。うっふふ。バナナの涙、素直で入れたらいいね。バナナの涙、かぎずのまま、青いままで。男の子の気持ち、はてな、悩んじゃうわ。男の子の気持ち、はてな、お手上げ。ごめんね、バナナんぼ、バナナんぼ。はい、こんばんは。今夜もね、後ろ、指さされ組のバナナの涙を歌いました。今日もね、YouTube ライブをやりたいと、YouTube でライブ配信したいと思います。ね、昨日はさ、あれね、奥多摩行くとか、丹沢とか山行くって言ってましたけどね、結局ね、寝坊しちゃったんで行かなかったね。まあ、天候も悪いから、今週も暑いかな。また今度行こうね。今度も山行くからね。今度寝坊しないで行こうね。しょうがないね。今回寝坊しちゃって行かなかったんで、もうこっち、野鳥大で、生徒確認ね。今日はずっと アマゾンでね、あれ、動画見てたらね、すごいね、あっという間だ、なんかね、名古屋行き最終列車っていうのをずっと見ちゃってね、最後の2018年のがね、10あるのね、30分の。あれが長くてね、結局ずっと見ちゃった、この時間になっちゃったね。でも面白かったな、あれ。単発、連作小説風でさ、一話完結で。池波さんのさ、巾着商売とかさ、鬼平みたいな連作。長編、全体あれも、この剣客もさ、鬼平もさ、長編で、ね、長い続きもんなんだけどさ、一話完結だからさ、ね、どれか一冊だけ読んでもさ、わかるからね、そんな感じ。どれ読んでもね、そんな感じだった。雰囲気もね、名古屋行き最終列車っていうのはさ、本当池波さんの、あれ、剣客商売や、鬼平と、そんな雰囲気でしたね。あれなかなかね、アットホーム感っていうのかな、あれね。剣客商売だったらさ、あれ、鬼平とさ、妻をはずの関係の、ほのぼのした中にも、事件性のある物語だってさ、鬼平の場合はさ、妻の死体とさ、映像とかさ、その関係の他に、ね、その回いろんなのがあってさ、面白い、そんな風に、もうそんなこと感じたね、あれ。鬼平や喧嘩商売っぽさの楽しさを見ながら感じたね、あれ。名古屋駅最終列車ね。初めのさ、3とか4も見たんだけどさ、ね、最初の方はさ、なんだっけ、あれ。それぞれ最初のシリーズはさ、4つくらいで終わったんだよね、30分のが。最後の2018年もね、確認したから、ね、これも4つか5かで終わると思ったら、ね、10かあったんだ。だから、あっという間ね、ほんとね。30分で10本見たから、これだけでもさ、5、6時間だからな。あとね、でも面白かった。全部見た、最後の。最後はあれ、あれ、高校の卓球部ですね、あれ。全部見たよ。一番最初のシーン見せないで、なんか最後で見終わった後で、アマゾンのとこ見た、もう一回ね、あれ。一番最初のシーズンがあったね、あれ。3話だけのやつね。あれ、終わったら見ようかなと思って。そんなわけで、アマゾンで見せた、ちょっと。まあ、面白かった。じゃあ、今日も YouTube でライブ配信ね。名古屋駅最終列車ね。名鉄が舞台ですね。
鉄道好きってこともあって、ね、面白く見えた。勝地本生存確認書はね、寝坊して山行けなかったんで、家でずっと見てました。こっちに野球にはさ、ほんと死ぬ前についたんだけど、ずっと見ちゃってそれ、アマゾンで。あ、ほんとずっと見た名古屋、名古屋来た、結局最後に見たよ、2018年の。あれ一番長かったね。他のシーズンはさ、4つぐらいで終わるんだけど、最後も 4つぐらいで終わるかなと思ったら、10かかるんだもんね。そりゃ時間かかるよ、あれ。うん。ね、2021年。でもお金使わなくて済んだじゃん。うん。今考えれば寝坊して奥多摩行けなかったとするわけでさ、うん、しょうがないけどね。その分、交通費使わなかったからね。うん。2000、また今度ね、行こう。天候も明日悪いしね。ちょうどよかったね。うん。また天気の日奥多摩行こうね。2021年6月の26日土曜日。今度今日はこれ置いとこうか。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ、息で曇る窓に書いた君の名前指でたどり、後の言葉迷いながらそっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜はね、酒井さんの街の明かりを歌いました。2021年6月の26日土曜日の生存確認です。今夜もね、いつものように先がなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。ね、どうもね、今日はね、昨日はさ、今日奥多摩とか行くと言ってましたからね、やっぱ寝坊したんで行けなかったんでね、今日のんびり、こんな感じです、こんばんはね。はい、こんばんは。ウルさんこんばんは。ね、ソラさんこんばんはね、今日は休みで。今日遅くなったのでね、ずっとそのわけで寝坊して奥多摩行けなかったからね、うん。明日もそんな天気良くねえからさ、ずっと今週もアウトドア行かないね、うん。今度行こうの奥多摩はね、うん、そう、それで、なんだっけ。で、今日はね、ずっとアマゾン見てたんだ。昼前にね、野球に来たんで帰ってくれたんだけどさ、ね、ずっとアマゾン見てた、こんな時間ね、面白かった。今日見てたのはね、アマゾンプライムで、名古屋駅最終列車ってやつね、面白かったのあれね、初めて見たんだけどね、シーズン2ぐらいかな、3ぐらいかな、ずっと見ててね、最初のシーズンはさ、1シーズン4ぐらいなんだけどさ、最後の2018年のがね、10巻だ、30分ぐらいの。で、結構時間かかっちゃったね。こんばんは、うん、こんばんは。あ、ウルさんこんばんはね。うん。風呂上がりなんで今、ずっとアマゾンでさ、長雪最終列車を最後に見ちゃったからさ、もう9時半ぐらいまでずっと見てたんでね。で、さっき風呂が入ってきて、それで、うん、さっぱりして。で、今生存確認ね。面白かった、ほんと。長雪最終列車。シーズンの一番最初見てないんだけどね、途中からとかあれ、見学商売みたいにさ、連作もんだからさ、うん。一話完結だから途中で見ても内容わかるからいいんだ、あれね。面白かった、あれ。もう鉄道好きってこともあってね、名鉄を舞台にしてます。これなんだろうね、うん。あるいはソラさんのさ、その前にもうバースも行こうか。今夜街の明かり。そばに誰かいないと、沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、
触れる肩のぬくもり感じながら話をもっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った街の明かりキラキラあれは何をささやく愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い甘い涙誘いながらそしてまた街の明かりキラキラあれは何をささやく愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。じゃあ今度はこれ酒井さんのこれいこうか。酒井さんの今度は酒井さんのこの歌いこうか。さらば恋人ね、こんばんは。行かなかった、寝坊しちゃったんで、ね、ケイさんどうもね。昨日は行くたり行ってました。寝坊しちゃったんでね。起きれなかったんで行かなかった。しょうがないね。うん。そんなの今日のんびりこんな感じね。うん。ね、で、ずっとアマゾンで動画見てました。ね、今度はこれ、さらば恋人。さよならと書いた手紙、テーブルの上に置いたよ。あなたの眠る顔を見て、黙って、で外へ飛び出したいつも幸せすぎたのに気づかない二人だった冷たい風に吹かれて夜明けの街を一人行く悪いのは僕の方さ君じゃない揺れてる汽車の窓から小さく家が見えた時思わず胸に叫んだ必ず帰ってくるよといつも幸せすぎたのに気づかない二人だったふるさとへ帰る傷は涙の海に捨ててゆこう悪いのは僕の方さ君じゃないいつも幸せすぎたのに気づかない二人だったふるさとへ帰る傷は涙の海に捨ててゆこう悪いのは僕の方さ君じゃないそうみたいな財布来てんねこれはねさらば恋人ってやつね、うん、サバンさんどうもブレックさんどうもネフちゃんどうも酒井正明さんこれさらば恋人って言ったじゃあ今度これ行こうか失礼レッスンした別っていうか失礼レッスンどうこんばんは悲しきがここでお泣きを涙拭くハンカチもあるし愛が壊した君の心を優しく包む椅子もあるぽっかり空いた胸の奥に詰め込む飯を食べさせるそんな失礼レストランいろんな人がやってくる好きな女に裏切られて笑い忘れたどけしがすがる失礼レストランもおどけることもない今はねえマスター作ってやってよ涙忘れるカクテル悲しきりゃここで同じよ涙拭くハンカチもあるし愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある愛をなくした敵なしなどは恋の巻と使えないだから失礼レストランなくした恋の吹き溜まり
歌を歌えぬこの俺でも話し相手になれるなら、いさしつれレストラン君のそばにいてあげるずっとね、マスター歌ってやってよ痛みを癒すラプソディ悲しきりゃここでお泣きよ涙拭くハンカチもあるし愛が壊した君の心を優しく包む椅子もあるみんな帰ったその後で強が言ってたこの俺は一人失礼レストランまだ恋したこともないそうさねえマスターラストオーダーは失恋までのフルコースねえマスターねえマスターねえマスター早くはい、これ失礼レストランね。どうも、サバカワさんどうもね。今日は結局寝坊してね、山に行かなかったんでね、こんな感じになってます。じゃあ、今度はこの歌行こうか。この歌行こうか。あの鐘を鳴らすのあなた。あなたに会えてよかった。あなたには希望の匂いがするつまずいて傷ついて泣き叫んでも爽やかな希望の匂いがする街は今眠りの中あの鐘を鳴らすのはあなた人はみな悩みの中あの鐘を鳴らすのはあなたあなたに会えてよかった愛し合う心が戻ってくる優しさやいたわりや触れ合うことを信じたい心が戻ってくる街は今砂漠の中あの鐘を鳴らすのはあなた人は皆孤独の中あの鐘を鳴らすのはあなた街は今砂漠の中あの鐘を鳴らすのはあなた人は皆孤独の中あの鐘を鳴らすのはあなた寝坊していろいろやってましたよ、うんねうん、こんばんはなってても気にしないどうせいつか仲間のもんだからどうもこんばんは、うん、ストレスはないよ大丈夫よじゃあ今度この歌行くね今度は行こうか松崎さんのあの歌でしょうか松崎さんの愛のメモリー行こうか ごめんなさいね、タクトでね、今度はね、愛のメモリーの替え歌のハゲのメモリー行こうか、ハゲのメモリーね。ハゲの甘い名残に、あなたはまどろむ。すだれのようなその髪型に、櫛は立ち止まる。ハゲに朝の光が優しく揺れ動き、あなたの髪が、ためらいがちに抜けてゆく美しい髪の毛よ限りある髪の毛よこの胸の胸毛を頭にこの世に大切なのは
わかめと昆布だけとあなたは教えてくれる。美しい髪の毛よ、限りある髪の毛よ、体中の髪の毛を頭に。髪の毛に死が訪れて、ハゲになる死が来ても、頭は離れはしない。美しい髪の毛よ、限りある髪の毛よ、この胸の胸毛を頭に。この世に大切なのは、わかめと昆布だけと、あなたは教えてくれる。はい、あきこさん、こんばんはね。はい。さて、じゃあ今日のお夜食行く、夜夕飯行こうかな。ね、今日はね、寝坊して山に行けなかったから、またこんな風に家でいます。じゃあ、今日のお夕飯行こうか。どうも。今夜は炒め物だ。今夜はね、大したと思う。今夜はね、炒め物。これから炒めようか。今夜こちら、ズッキーニちゃんが安かったから、じゃあズッキーニちゃんで炒めもんね、これ。もう洗ってあります。これ適当に切って炒めてくる。今日はズッキーニちゃん炒めもんね。じゃあ炒めてくる。
今日はね、ズッキーニちゃんの専門店今夜。今夜はズッキーニちゃんの鶏皮。今夜はズッキーニちゃんの鶏皮の塩コショウ炒めです。うん？あ、ゆこちゃん当たったね、鶏皮よ。鶏皮ね、湯がいたやつ、今日はちゃんと湯がいたやつを水気洗って、一緒に。で、ズッキーニちゃん、塩コショウ炒め。いただきます。うまい。高橋さんでもこれライブよ。うん。うん、じゃあズッキーニちゃんと鶏皮。これズッキーニ、ほんとナスとキュウリの間みたいな、色がキュウリで食感はナスっぽいもんね、これ。うん。うん、やっぱ彩りにね、やっぱグリーンがね。これ1個78円だよ。駅前のスーパーで78円だったの。これ、ズッキーニちゃん。うん。うまい。と、鶏皮ね。うん。うまい。うまい。うん、おしゃれでしょ。比べられない、それはね。比べられない。鶏皮美味しい。このパリパリ感がいいのよね。うん、うん、似てるね。うん、最近の時にね。うん、じゃあもう今日はこれをおすすめの飲み物、今夜の飲み物を持ってきます。今夜、金宮でホッピ割り。金宮のホッピ割り、通常ホッピね、射撃の金宮で、今夜はまだこないだね、これ。じゃあ宮崎本店の同じ金宮の射撃のやつ、20度が90入ってるかな、これね。じゃあホッピを、あれね、グラスも全部写真入れてます。焼酎のシャーベット状にしたやつね、これね。ね、ホッピー、通常ホッピー。ん？そうなんだ。審査じゃ全然分かんなかった、僕。そんなニュースあったんだ、ずっとアマゾン見せてたから全然分かんなかった。まずは見てたんで、ね、全然分かんなかった。ずっとね、名古屋行き最終列車見てたでしょ。最後だと思ったけど、2018年のやつまで見ちゃった。30分ぐらいの 10番のやつ。あれで随分時間かかっちゃったね。あれ。2018年長いのなれね、あのシーズンはさ。他のシーズンはさ、4つぐらいで終わるんだけどね、18年のは10個あったからさ、結構かかっちゃった。こんばんは、ケンボイさん。でもね、今日はシャリキンのあれ、金宮でホッピー割りです。はい、乾杯。ああ、これシャリキンっていう、これね、焼酎をシャーベット状にしたやつね。これをホッピーで割りました。全部仕入れてるよね。で、つまみはね、ズッキーニちゃん、塩コショウ炒め。うん、食感はナスみたいよね。色はキュウリだけどね。うん、面白いね、ほんとね、ズッキーニちゃん。ほんと食感ナスみたい。
だからナスみたいな天ぷらもいいかもしれないね、ちょっとね。ナスもさ、だからナスと一緒、ナスも油で炒めると油吸うもんね。これもよく油吸う炒め物だと。緑のナスって感じだね、ずっと見てね、うん、色がね。下手もさ、ちゃんと洗ってあるんで食べるよ、もったいないじゃないか。うん。うん。で、鶏皮。うん。最初湯がいて鶏皮で塩コショウで炒めて、その油で炒めた感じね。あ、こんばんは、マー君どうもね。ズッキーニちゃん、ズッキーズッキーいっちゃうね、あれ。もったいないからね、うん。イタツだったら人間の増えると思うよね。イタツなったらね、よくやんじゃん。本当かわかんないけどさ、でも可能性、でもどうなるんだよ、よくやんじゃん、あれ。戦争中さ、死んだ兵隊の肉を食ったりとかさ、ね、本当かどうかわかんないけど、そういうのは話しちゃうもんね。何も食べ物なくてどうしようもないときね、うん。うん。あれよね。もう毎日は行ったことないやん。中国の東北部で毎日。あれは本当そんなのあるで。本当日本にあったから日本、あれ、傀儡国家したんだよね、あの頃の日本はさ。地方的には日本の東北みたいな感じだからさ。うん、毎日は。あの東北部ね。あっちは米も取れっからね、向こうの方はね、うん、あれ中国の東北は、うん、米の取れないところは小麦粉を使った麺とか天津がね、主食になってたわけで、向こうの方はね、東北は米空母ね、うん、うん、もう満州は行ったことない。満州行ったことない。あの、その、熊さんの彼氏の同じの畑さんがそういうあの人。子供の頃親と一緒に満州行ったからね。満州ね、すごい時代だよね、あれはな。うん。これか。ほんと、ナスみたいね。うん、久々だ、ほんと。うん、ナスより食べ、一本はナスよりでかいからさ。いや、ナスでもね、でかいのだけどね。一般的なナスはもうちょっと切っちゃうもんな、あれ。ナスだ。そうやる人ね。あの人はそうやるね。幼い頃親と一緒に満州にして。あの人の、畑さんの父親がさ、医者になりたかったんだけど、ね、いろんな都合でさ、ちゃんと学校行けなくてさ、ね。そのでも満州国が、日本が手がけたばっかりでさ、人手不足ってこともあって、あれ。大洋医師の経験がある人だったらさ、ちゃんとした学校出てたけどさ、大洋医師みたいなできたわけよ。それで、その目当てで、ね、畑さんは家族、お父さんが家族と一緒に向こう行ったわけよ、満州に。そんな感じ、だからあれ、畑さんは戦争中は向こう行ったからね、満州に。
医者を目指したんだけど、畑さんのお父さんはさ、ね、家の事情でさ、医者になれる学校は行けなかったわけよ。でその夢は捨てきれずにさ、独学で勉強して、医者のようなことできてたんだけど、免許は取れてなかったから、でまあ、その頃の満州はさ、日本が手がけたわけで人手不足だったんで、医師もいなかったからさ、そういった経験ある住居だった医者のようなことできたんで、それで満州に行ったわけよね、あれ。今日はね、さっき見たけどね、あれ、名古屋行き最終列車っていう、うん、あれ、あの辺の愛知県のメーテレっていう地方のテレビ局制作ドラマ見てた、あれ。面白かったな、あれ。何度も言うけどさ、池波さんのさ、建国商売みたいな連作もんだからさ、途中のシーズン見てなくても分かるよね、内容。名古屋行き最終列車。3、4あたりから全部見ちゃった、18の最後まで。2018年の最後まであれ。もう、そうか、うん、面白いな、名古屋最終列車、名鉄が舞台でさ。あの子役の子が可愛いなと思った、子役の子、女の子いたよね、子役の女の子何人かね、うん、なんだっけあれ、あれ、ジャグ漫画家の子、あったでしょ、ジャグ漫画家のやつね、あれ。あの娘役の女の子可愛いね、あの子ね。あの子ね、あれ子役の子。いたよね、あれね。ジャグ漫画家から、ホラー小説家になった話の時のあの子役の女の子ね。可愛いなと思った。可愛いな、あの子ね。うん。うん、うわぁ、可愛かった、あの子。うん、たまんなかったな。だから子役の子出てたらいろいろね、あのドラマね、うん、だ結構昔だよね、あれね、2018年はね、まだあの人生きてた頃だね、あれ2018年か、3年前だもんな、去年だもんな、あの人死んだのね。普通、うん、そうなの、僕全然、そうみたいで、メーテレでね、ハイジャーと制作メーテレで、面白かった。アニメはだ、アニメは僕映画館に見に行った、あれ、エヴァンゲリオン。映画館に見に行ったから、見なくはないよね、エヴァンゲリオンは。映画館で見たから、もうエヴァンゲリオン。テレビ見てね、全然内容分かんなかったけどさ、一応見たよ、エヴァンゲリオン。映画館で見たよ、もう20年ぐらい前か。20年以上前だ。そうだな、20年前で29だもん。そうだ、20年以上前だ。エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオン見たよね。あと映画館で見たのはね、あれだ。ジブリのやつ。ジブリのやつ。あれ。隣の山田くんだっけ、あれ。あれ、面白かったな、あれな。あれ、前に見たよね。あれ、みたいな映画館で。最初は行かないで、映画館な。最初は行かない、ほんと。最近、秘密は最近だもんな。20年以上前だもんな、あれ。エヴァンゲリオンも早いもんだ。つい最近のようだけどね。20年の時だもんな、あれ20年以上前だ。早いな、ほんと、あっという間だ。今日朝ラジオ聞いてたらさ、あれ、なんだっけ、かすみさんの番組でさ、あれ、大家さんのコーナーで、立花さんが死んだのね、知ったよ、あれ、立花さん、いるよね、小石からの猫模様のビルと同じの人ね。うん、ああ、そういう時代、ね、うん。大家さん、僕ずっと幼い頃から TBS によく行っててたんで聞いてるけどね、同い年って言ってたんで、あの人ね、大家さんもそろそろだろうねと思った。大家さん、大家英子さん、あの人 TBS ラジオ結構出てる、ずっと。もう中学、高校の頃、もっと前じゃない、中学の頃から学校に行くとき土曜日出てたもんな、あれ。それあれ聞いて学校行ってたもんな、あれ。大家英子さんね、うん、ずっとあの年だもんな。そりゃそうだ。高校からだってもう30年も経つもんな。立花さんね、あの人はね。うん。
小石川に、小石川の西風の手前曲がった通りずっと行くとあるんだよ、黒いビル。あれ、立花さんの事務所兼職所庫となってんだ、あれ。面白いよ、外観が。真っ黒で、猫が描かれてんだよ、猫の顔が。うん、猫ビルって言われてんだ、あれね。うん、小石川ね、ほんと。あれ見たことある、あれ文京区住んでたからね、以前で僕ね。以前文京区住んでたこともあって。小石川のあの黒いビルね。壁面に猫の顔が描かれてるやつ、実際見た。あれ、書庫になってから展示見たから見れば分かるけど、結構ね、1階分は低いよ、やっぱりね。事務所兼書庫みたいだからさ。ね、すごいね。どうもね、あ、小田さんどうも。そうか、僕の好きなアナウンサーの子だよ、あの子。あの子ね、いっぱいいるけどさ。あの子。ズッキーニと鶏皮のためもんです。これズッキーニ。うん。じゃ、鶏皮。加山ゆりちゃん。じゃあもう一杯。じゃあホッピー2杯目いこうか。ホッピー2杯目持ってくるね。シャーベット状のこのシャリキンってやつね、これもホッピーで割ります。焼酎をシャーベット状に凍らせたやつ。この間私も2杯飲んだよね。あの時4つ買ったんだよね、その時も。立花さん死んない？死んだから脳死体験とか、昔僕の幼い頃だけど脳死体験者のようでしたし、立花さんっていう評論家の人、あ、知らない人はしょうがない。あの TBS ラジオもよく出てたの、あの人ね。知らないのか、立花さんって。まあ最近死んだぐらいだから、ここ数年で多分あんまメディアは出てなかったと思うよね。ついこの間死んだ感じだからさ。でも体調悪くて、でも本当に高校ずっと、その前からずっとけど出てた TBS ラジオなんか、でその立花隆さんよ、でその今朝ラジオ番組で大家さんがそのこと言ってた、亡くなってたってことね。それで知った。はい、乾杯。2杯目のホッピーバリュー。これね、これは90円ぐらいだったら100円しなかったけどね、量が 90ml だからね、いつもの200のボトルの方が安いよ。あれ、まあ、この間も言ったけど、これ、この駅前のスーパーで、ね、これ90いくら、90円、そんなもんだったかな。いつものは 200cc 入って120円ぐらいだからさ、あれよりか高いけどね、まあその高いもんではない。ここで100円足らずだからさ。まあ、普通の焼酎だからさ、ね、はい、か、まあ、まあ、メディアで有名なだけだ、君やってた。薄くはない、別に。もともとこれ、焼酎だから薄くはないね、これ。焼酎だから、別に、ちょうどいいの、これ。ちょうどいいの、これ。でも、これで100、これ100円、108円ぐらいだから、だから1本、これ200円ぐらいか、これね。1本セットでこれだから。1本200円ぐらい。200円足らずか。107円でしょ、1本ね。だから、ね。まあ、税込みで200円ちょっとか。210円か。そう、おしゃれよ。おしゃれ。ね。ズッキーニちゃんもそっくりつまみながら。ホッピー。ことは何でも、それ全部冷えてから、グラスも冷えて、冷やしてるしね、これも全部、これ三菌ってやつね、全部冷えてからね、グラスと氷とホッピー全部冷やして、
で鶏皮もいいね。うん、立花さんもっと若いから僕とどう思う、多分同い年ぐらいだと思うけど、もしかしたら1歳2歳前後だと思うんで、あの人コロナで入院してんだよね、うん、チューペットはさ、あれチューブ状だから出すのって、あれこれはさ袋状だけどさ、チューペット細長いからさ絞り出すのめんどくさいんだよね、あれ壊すとね、あれね、これでそう細長いからさ、ね、あれ、うん、ご褒美よ、うん、ご褒美で乾杯。あ、どうも、ね、お互い様、どうも。今日は、ね、鶏皮とズッキーニの塩コショウ炒め。鶏皮。ズッキーニ。で、ホッピー、ホッピー割り。うん。ほんと、食感はナスみたいよ。うん、何度言ってくるの、ナスと一緒でさ、油醤油を炒めてると、うん、うん、で、駅前のスーパーで安かった、これ1本78円だったんだしょ、言ったな、で、買ってみた、今、ソテーよ、炒め物ね、鶏皮と一緒に、鶏皮の油で炒めた感じ、うん、うん、初めてじゃないけどね、でも買ったのもほんと数回しかないから、ほとんど初めての機会かもしれない、うん、何回かあるけどほんと回数は少ない、小松菜とかキュウリと比べると買った回数はほんと少ないよね、ほんと、うん、初めてじゃないけどね、山口ハゲの人ですね、ハゲデブのあの人か、ね、山口さんそうだよね、ハゲデブだよね、あの人ね、うん、こんばんは。ジェイさんこんばんはね。売りだからね、あれもズッキーニもさ、ナスとかキュウリに似てるからさ、ナスが旬なんだろうな、きっとね。うん、これから熱くなるんだろう。どうもね。どうもね。でも、ね、山口さんもハゲてるだもん、あの人ね。すごい。あの人はすごいよね、体型がね。驚いちゃうあれ。ね、どうもありがとうね。そうね、鶏皮とズッキーニでホッピー割り。はい、美味しくいただきました。うん、うまい。うん、これで金宮がなくなったら、この後の今回で。今冷蔵庫にあるのはさ、いつもの。120円ぐらいの、あれ200のボトルのやつね、あれは入ってる、あれトンピ、もう好きな YouTuber はね、僕のオーナーペットはね、星野さんかな、最近コメントかけなくて辛いけどさ、星野さんが、あれ YouTuber のオナペットかもしれない。あの人かわいいよね、最近ぽっちゃりしてさ。うん。もう僕の好みに合ってきた感じ。星野さんです。星野さんが、あのね、星野義雄さんが僕のオナペット系ですよ。うん、オナペットです。僕の中ではね、嵐にしてもおかしくないで、星野義雄さん。ね、二宮君の隣にね、星野さんが並んでも僕違和感ないで、僕の中じゃん。僕の中はそうよ、星野義雄さん。嵐の一員としてね、加わっても違和感ないな。うん。
桜井君とか二宮君に並んで星野さんがいても、もう分かんない。まあしょうがない、いつか死ぬからさ、生きてればね。でもいいお年だもん。小池さん、ずいぶん太ったもんな、あれ。あれ、細川さん最初にさ、政界出てきた時と比べるとさ、あの頃さ、そんなガキガキでもないけどさ、今と比べるとさ、あの頃痩せたよ、ほんと。一番最初のじゃ参議院選でさ、細川茂樹さんとさ、ね、あれ出てきたね、日本新党ってことで。あの頃の動画と比べるとさ、あの頃今よりほんと痩せてたよ、ほんと。あの頃のよ。小池さんね、うん、見てみるし、 YouTube で検索したらあると思うからさ、細川茂樹さんと政界に出てきた頃、参議院選でさ、ほんとあの頃今より痩せてた。どうもありがとうね。妊娠もうしない、年齢的にあれ。もう終わってもね。そうか。今日はね、寝坊したから行かなかった。最初行ったけどね、寝坊したんでね。でまあ天候も悪いんで、今週もアウトドア行かない。いや、しょうがないよ、寝坊さんだからね。また今度行こう。山行くときやめようぜ、絶対。逃すといけなくなっちゃう。今日はね、ズッキーニちゃん、高見さんどうもね、妊娠してないよ、うん、ズッキーニとね、鶏皮の塩コショウ炒めよ、うん、で、ほっぴ割りで、こういうのさ、もうコメントできねえんだもんな、あれなんでコメントできねえんだ、あ、コメントがつな、かけないとつらいよな、あれまた今度奥多摩行くときはね、今日行けなかったけどね、またあれ、サンサンのDD タイプでいくよ、うん、あれいいよ、ほんといろいろね、DD タイプやってる人いる。僕やっぱりピラミッドがいいね。ピラミッドやっぱりあれ33だったらさ、100あれ普通130ぐらいのトレッキングポールの十分使うからさ、うん、いいよ、ピラミッドバリいいよ、あれ、うん、一番気に入ってるピラミッドバリ、うん、あの密閉感覚もいいしね、うん、もう入れたかん。とりあえず一人ちゃん。思うよ、かわいいよね。うん。ミジマルタンのことは。ミジマルタンは。若い子がいいです、若い子。若い女の子がいいよ、僕、若い子。若い子にかなる。今度行くのいつか、将来は分かんない、どうなのかね。うん、ね。僕、彼女と、いいよね、夫婦で天卓してるっていうのは、あの人、カブパパって ID の人ね、あの人はすごいと思うよ、あれね。奥さんと天卓よくやってるよね。いいな、あれ、いい人ね。うん、あ、そうだ、カブパパさんの動画でさ、最近、あれ、千葉のさ、湯ヶ岳行った、湯ヶ岳いいなと思ってて、検索したら、意外とね、岩井からさ、バス出てるみたいね。今度行こうかなと、日帰りで、湯ヶ岳ね、標高300ぐらいの、うん、あれ、うん。岩井だと相当遠くないもんな。将来、それじゃあね、彼女と奥様ね、奥様、まず、奈良追試で一泊して、その翌朝は山頂行って、山頂系どっちでもいいや、山頂小屋の方を降りてきて、山頂小屋で一泊して下山でもいいし、まあ2泊3日ぐらいで奈良追試と山頂小屋か、奈良追試と雲取山荘かで、テントまで、そうね、うん、比べられないやん、それね、うん、マルタン住所教えてくん、あ、住所、住民示してくんなかったからね、戸籍謄本とか、名称を示してくんないんだ、あの人。
将来行こうと桃太郎公園ね、将来、行こう、桃太郎公園行こうと思いますよ。あそこでもいいな。DD タイパークやりたいね。かわいそうじゃないじゃんね。大好きな人と奥多摩で天卓なんかいいじゃないか。で、僕、本州もだけでもいい、僕。一生本州出なくてもいいと思ったね。今回、名古屋行き最終列車っていうドラマを見てさ、あれ、名鉄舞台だからさ、名古屋もいいもんな。名古屋も行ってみたくなった。名古屋ね、あそこ。愛知県はあそこ有名だよね、本当ね、あの、桃太郎公園ね。あの神社見てみたいな、あれ、あそこの神社のあれね。あそこの神社も行ったらね。でもあそこはね、結構めんどくさいんだよな、あそこね。僕一番西だったらね、京都のあそこいいだよね。笠置キャンプ場が良さそうね。駅から相当お金もなくて良さそう。1、2回以内みたいね。京都の飾りキャンプ場も行ってみた。それはしょうがないね。生姜さん僕じゃねえか、しょうがない。別に。生姜目当てでやってませんから、僕は。別に。ただの生存確認なんでね。それ気に入らない人は生姜するんだろうね。しょうがないね。まあ、関係ねえ、別に。どんな生姜あると別に生存確認変わらないよ。今行きたい県はね。別にないね。東京都で十分だ。住んでそうだ。別にないです、特別。奥多摩に行ける。今日は寝坊、今回寝坊しちゃって行けなかったからさ。奥多摩は都内だからな。奥多摩で十分、僕は。奥多摩で十分です。奥多摩で天狗できたらそれでいいや。まあ、しょうがないの、そういう人はね。あ、ホッピーをおいしくいただきました。じゃあ、今日はこの辺で終わるね。じゃあ、松も明日も、じゃあ、今後、明日も今頃にやると思うんで。じゃあ、今日はこの辺で終わりますね。その中で今日は寝坊しちゃって、山行けなかったからさ、いつも通り生存確認しました。明日もね、やりますんで、おやすみなさいね。またね。じゃあ、また明日おやすみなさい。どうも。ありがとうね。じゃあまたね。じゃあ、今日の最後はこの歌で締めようか。恋の最後。恋の最後はこれで締めますね。どうもね。どうもありがとう。しょうがない。その時重要だからさ。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう、滲んだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように。泣きながら歩く一人ぼっちの夜、思い出す秋の日、一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に、悲しみは月の影に。
上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。ではまたおやすみなさいね。ではまたね。また明日おやすみなさい。どうもありがとうね。じゃあ、オーラスはこの歌でいこうか。今日の最後はこれ。ストリッパーで笑うか、県議会のやつ。シールを塗り捨て、ルージュを塗り捨て、すべてを塗り捨てたらおいで。裸にならなきゃ始まらないショーの始まりさ。過去を塗り捨て、昨日を塗り捨て、すべてを塗り捨てたらおいで。瞳を隠して逃げ込むなら話にならないぜ。朝でも夜でもマシルでも恋はストリッパー、裸の触れ合い。春でも秋でも真冬でも愛はストリッパー、見せるが勝ちだぜ。俺のすべてを見せてやる、お前のすべてを見たい。嘘を塗り捨て、罪を塗り捨て、全てを塗り捨てたらおいで。男と女はアダムとイブ、可愛いものだよ。未来を塗り捨て、明日を塗り捨て、全てを塗り捨てたらおいで。弱いとこも見せちまえば綺麗に変われる。朝でも夜でもマシルでも恋はストリッパー、人生のステージ。春でも秋でも真冬でも愛はストリッパー、幕は上がってる。俺のすべてを見せてやる、お前のすべてを見たい。俺のすべてを見せてやる、お前のすべてを見たい。ではまた、おやすみなさい。